今、建物の外観、設備が経年劣化した老朽化マンションが日本全国で増加している。倒壊の危険性や治安に悪影響があることから、こうした建物は問題視されている。高度経済成長期に建てられたマンションが老朽化し、今や日本のマンション全体の2割近くが築40年以上。10年後にはおよそ249万戸、20年後にはおよそ425万戸と増え続けることが予想されている。通常マンションではオーナーたちがマンションを運営管理するために管理費を負担し、修繕費用の積み立てを行う。しかしマンションのオーナーで構成される管理組合が正しく機能せず、管理不全に陥るマンションもあるのだ。老朽化マンションへの対策が求められる中、マンションの建て替えや修繕をしやすくなるよう、国交省はマンションの区分所有について定める区分所有法に関し、2024年に改正案を提出する見込みだ。マンションの管理体制に一体何が起きているのか、実態を調査した。群馬県前橋市にある築43年の RC マンション。外壁の塗装が剥がれ落ちているなど、古さが隠せない印象だ。購入したのは不動産投資家の中島亮さん。このマンション、高利回りだが、ある不安も。大規模修繕や建て替えっていうのが困難。今後、そのスラム化していく可能性が極めて高くなっている物件だと。この地域の賃貸需要などを調べた結果、修繕すれば貸し出せると判断し、このマンションの4室を購入。しかし数ヶ月後、大きな問題が発生した。共用部分の共用棟がつかなくなって、それだけではなくて水道のポンプで、そのポンプの電気も止められる、1週間後に止められるって話になって、そこで大騒ぎになった。インフラが止まり、住民の生活が脅かされる危機に。そこでオーナーの一人が主導となり、管理人の変更や管理費の値上げなどを行ったことで事なきを得たという。単独所有というのはもう自分で大規模修繕しようが、建て直そうが、どうしようが、もう自分一人で決められる。これに対して共有、区分所有というのは、でそれは共有なの。お互いが権利を制限し合ってる。共有の場合、話がつけばいいんだけど、つかない場合、もう大規模修繕も建て替えもできなくなる。という状況に陥る。というのが、もともと区分の宿命なの。全国の老朽化マンションについて調査している一級建築士の猪俣さんは、十分に管理費や修繕積立金を確保できないマンションは多いという。昭和30年代からずっと建築されてって積み重なっていくわけだから、ね、で解体されて建て替えられるのもあるんだけど、それはまあ少数派なんで、それは当然増えていくよね。分譲の場合は、まあ、区分なんかそうですよね、場合は管理費積立金がちゃんと、集められてるかってことだよね。高度成長期に、ね、サラリーマンだった人たちがマンション買ってね、で定年してしまってみたいな話になるんだけども、そうするといきなり年金暮らしになっちゃうんだ。そうすると毎月の、ね、借り積みた時っていうのはやっぱり重くなるわけで、滞納者も増えてくるし、それから大規模修繕が必要になってね、うん、それからそれで、借り積みた時を値上げしますとか、あるいは一時金徴収しますなんて言った時に、合意形成ができないなんていうような形になるのは、まあごくごくね、よくある話っていう、感じかな。初めての不動産投資、先輩大家さんに相談したい。不動産投資の悩みを気軽に相談するなら、楽町相談室。楽町で検索。中にはきちんと管理費や修繕積立金を徴収しているにもかかわらず、費用が枯渇してしまう事例も。区分マンションを中心に投資する芦沢明さんが所有する築50年の物件では、
管理費や修繕積立金が足りず、修繕が進まないことがあったという。退去と同時ないしは、退去前に次が決まるっていうふうな、そんくらい立地がいい物件なんですね。はい。ただ、何が一番いけないかっていうと、管積みがゼロなんですね。もう雨漏りとかもし放題なんです。管理組合の問題が超大きいんですね。一番悪い例として、その管理組合を第三者に委託してるっていう形になってるんです。一応名前だけは名簿にオーナーが連なってるんですけども、管理組合としての実務をその法人に任してるんです。で、その法人は何かっていうと、マンションの建物を管理してる、その管理会社が作った管理組合法人が建物を管理しますよっていう形になっちゃってるんですね。つまり実質管理組合の業務は管理会社に全て任されているため、工事が発生した時も工事費用の承認は管理会社が行う。そのため工事費用を管理会社が水増ししていてもオーナーは気づきにくい状態。こうしたケースではオーナーが知らぬ間に修繕費用が激減していることもあるという。オーナーがこうした違和感に気づく手段はあるのだろうか。可能な限りまず自分の目で現場を見るっていうことですね。現場を見ないとやっぱりわからないんですよね、実態は。それが一つあるのと、でもう一つは管理組合活動っていうのが現場とはまた切り離された世界ですね。管理組合っていうのは場合によっては遠隔なんかでもあるかもしれませんし、管理組合活動に、まあ、これも可能な限り参加するっていう、その2点なんですね。で、集会は全部出るっていうのも大変ですので、忙しい兼業サラリーマン大家さんが、集会に参加する方法として、一つは議事録、これから何決めようとしてるかっていう議事録をよくチェックするっていうことと、もう一つは毎期の決算が上がってきますから、会計の決算書の中身を見るっていう、その二つですね。そう一歩一歩をやるしかないんですよね。でもそれは毎日毎日やんなくてもいいわけですね。一回一日行ってみて回って、あと、郵送で議案と決算が送られてきたらば、まあ2、3時間かけてじっくり見れば、それで済みますから、まあ、忙しい兼業屋さんでもできると思うんですね。さらに猪俣さんは管理組合の財務状況を把握することも重要だという。区分マンションだったら、ね、重要事項説明書を作るときに、まあ、積立金の額、うん、それから滞納の有無、それから大規模修繕の、ね、計画があるかどうかいうね、そのマンションの調査事項の証明書ってあるから、ね、それを先にくださいって話でね、もらっておくといいかもしれないね。管理室見立金でワンルームだったら、やっぱり1万円以上は取ってない、月ね、月額で1万円以上取られてないとちょっと少ないなって感じがするかな。で、世帯数が多ければ、共用部の1個当たりの負担っていうのは少なくなるから、比較的ね、休めても大丈夫だし、ね、世帯数が少なければ1個当たりの負担っていうのをそこそこ払わないとちょっと不安な感じになるかな。老朽化マンション増加の裏にある管理不全問題。来年国会への提出が見込まれている区分所有法の改正案で課題は解決されるのか注目したい。